はやばいね。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをですねキンキンに凍らしてね食べていくシリーズ、これをねやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今のところですね、僕人生最大の衝撃で凍らしたら美味しいってなったのが冷凍みかんで、それをね超えるものがねあるんじゃないかっていうのをね探しております。で今日凍らしてみたのがねこちらです。梅干し、これも丸3日間冷凍庫入れてました。ぶっこんでました。キンキンだと思います。開けていきます。うわうまそう、やばこれは、やばい、見た目がめっちゃうまそう、やばい、これはやばいね。これ4粒しか入ってなかったっけ。ちょっと大きいやついきますか。うわこれね冷凍みかんの感じやばい。匂いは梅干しですね。じゃあちょっと食べてみましょう。いただきます。うん、あ冷凍みかんっぽいな。冷たキンキンだわ、やばこれ。食べます。種までキンキンだ。これすごい。キンキンに凍ってるんですけど、めっちゃねなんか柔らかくて食べやすいんですよ。冷える、やばい、これうまい。もう一個いってみましょうかね。これはねちょっと予想外でしたね。もっとねガチガチでね食べれないと思ったんですよ。冷たっ。ま、でこれ蜂蜜梅なんで甘みもあるし、めっちゃ冷たくてちょっとね持ってられんぐらい冷たくて、夏のねおやつにはねちょっとワンチャンありかもしれないですね。これ食べててね一番びっくりするのはこの種なんですよ。ここのねここが一番冷たくて、10分ぐらいね舐めてれそうな感じで、10分も持たんか、1分か。あとやっぱちょっとこの見た目はねなんかね芸術的っていうか結構ねアートな感じがしますよね。はい、お疲れ様でした。僕が思ってた感じの上を行きましたね。でやって楽しい、見て楽しい、食べて美味しいと、これはね今日またね出ましたね。これ何点かな、130点あげましょう。出ました、過去最高得点、おめでとう。まあ、何でもねこう好き嫌いあると思うんで、もしね気になった、興味がある、やってみたくなったって方いらっしゃればぜひね試してみてください。はい、ここまで何回かなこのシリーズとかやってますけども、やっぱね今日も思ったんですよ、やってみるもんだなーっていうのがあって、今後もですね僕まだまだねあれ凍らしたらねうまいんじゃないかなっていうものがあるんで、やっていきますんでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これねほんとびっくりした。